太夫は中国古代より使われた官職名、天使の死。これについて記述する。漢女百官供養表情によれば、州においては大師、大使、太夫、王の保つが三皇と呼ばれ、天使を助け導き国政に参与する職であったとされる。官においては、金印始終で、三皇より地位は上であった。全漢の旅後元年。 右上昇の横領が台夫となっているのが諸質である。環状横領伝によれば、旅行に立てつく横領から上昇の実権を奪うための措置であったとされ、地位は上でも実権はなかったようである。旅行8年にも差上昇、新域が台夫とされている。その後は置かれず、前巻末の平見門の元言武器2年になり、幼くして、大門らに擁立されて即位した。 平見角の補佐と教育のため上昇高校が大夫となった。翌年原始元年には大志、大夫王の保つが置かれ、光光が大志となって大富には王王が大志場と兼ねて就任した。大富は大志に次ぎ、王の保つの上にあたる地位であった。大志、大富、王の保つ及び将風の四冠を四タスクと呼んだ。 五官において大夫は皇帝が新たに即位するごとにしばしば置かれ、六章諸事を兼任するのが通例であった。その後、義においても大夫は置かれた。進むにおいては、再度大腑、大夫、王の保つを置いたが、氏が、京帝しばしの意味名であることから避けて、大腑を太宰と称した。それ以降の王朝でも、大腑、大夫王の保つが置かれたが、総じてふさわしい者がいなければ、 空位とする名誉職であった。北儀では大、大使、大夫、王の多つを三詩と呼んでいる。なお、前漢では、諸皇王の詩として、諸皇王の大夫が置かれていたが、聖帝の時代に、諸皇王の大夫を風と呼ぶようになった。日本においては、大夫は、天皇が青年に達しない時に、旧皇室範二26条の規定により、置かれることとされていた官職。 当該未成年の天皇の不育を司っていた。27条によれば、選定が異名で大夫をすでに任命していたときはそのものが、その異名による任命がないときは、摂政が皇族会議と数密顧問に始順して選任することとされていた。28条で摂政及びその子孫は大夫に就任することができなかった。実際には旧皇室天板志向から、 皇室転半及び皇室転半増法廃止の件までの間では未成年の天皇の例がなく、台風の設置の例はなかった。1947年制定の皇室転半においては、摂政の制度は設けられたが、台風の制度は設けられていない。ありがとうございます。